Hello, this is Downtown Train. Yay, how are you today? ということでね、Go Fest Berlin 2022 の動画見ていただけました。すっげー久しぶりに Go Fest リアルイベント行ってきたんですよね。すっげー楽しかった。編集にね、1週間ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ、でも、1週間以内に全部出せてよかったなっていうところで。はい。ということで、今回はご報告が2つあります。一つ目は、僕のファンレターの宛先、支障箱ができました。ということで、アドレス載っけときますね。欲しいものリストを Amazon の NL オランダバージョンでね、作ってたんですけど、日本から送るのいろいろダメな商品とかいろいろあるみたいなんで、商品よりはお手紙とかをもらえる方が僕もいいかなと思って。で、Go Fest 行った時も、やっぱり孤独、それまでにね、孤独を感じてたみたいな話をしたんですけど、コミュニケーションの場としてこう応援してもらってるっていう、こう、実感があるともっと嬉しくなるかなと思って。まあ、送り先、手紙をね、送っていただける方はぜひ。送ってください。ポストカードとか、初中見舞いとか、わかんないけど、なんか送ってくださると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ご報告二つ目は、僕、日本に帰ります!はい、実に3年ぶりの日本への帰国でございます。いやー、長かった。すげー長かった。年に1回は帰るつもりでね、いたんですけど、コロナ禍でね、コロナ禍で日本国が海外から日本人であってもとりあえずもう人を入れないっていうね、まあビジネス目的、だからビジネスプランとか商談があるとかね、そういうことじゃない限りは、まあ帰れないっていう状況が2年半ぐらい続いてたんですね。で、4月ぐらいかな、になって日本国籍の人はまあ帰れますよと。で、いうことになったので、僕日本国籍、日本人なので、帰ろうかなと、ワクチンも打ってるし。うん。ということで、3年ぶりに帰りますよ。ただね、まあ日本の方からすると、国外からね、人が入ってくるっていうのは、そのいろんなことを気になさる方も多いと思うので、今回はオフ会は、実施しません。まあ、日本はまだマスクもしてるし、そんな中で僕は人を集めてどうの方のってやるのは、ちょっと気が引けるので、やりません。だから、まあ、個人的に帰りますよ、ぐらいな感じの報告なんですけど、まあ、親族に会って、3年ぶりにね、ずっと会えてなかった人たちとか、あと、どうしても行きたい場所があるので、そこを訪れたいと思ってるんですけど、まあ、基本的には家族的なね、感じで、まあ、ポケモンももちろんするとは思うんですけど、まあそんなところですかね。期間はおよそ3週間です。で、札幌への参加、いろんなとこからね、お問い合わせ来てるんですけど、札幌行くんですか?札幌来てください!みたいなことを言われてるんですけど、札幌への参加は見送っております。札幌の開催日前に多分オランダに戻ってるはず。なので、まあ、札幌は今回参加しないということで、ご了承いただければと思います。発表がね、遅くてね、チケットとか、その、有給とか、今、ね、企業で働いてる有給とかをこう申請した時に、札幌の発表があって、日付が出た時に、あ、もうオランダいるじゃん、みたいな感じになってしまったので、もうずっと前に有給を申請してて、もうそれを伸ばすとか、そういうことはできないので、そこはご了承いただければなと思います。なので、日本で見かけたら、ぜひ声かけていただきたいですし、まあ、都内近郊ないし関東圏あるいは旅行先で、ツイートするかもしれないので、そこでまた、ね、前回も金沢行った時に金沢駅来れる人とか言って来ていただいた方がいたりとかして、まあ、そんな感じで時間が合えばタイミングが合えばぜひどこかでお会いできればと思っております。なので、そんな感じでよろしくお願いいたします。3年ぶりの日本楽しみ。まあ、こういうとこ行った方がいいよ、みたいなさ、いろんなアドバイスをください。僕日本人だけど日本あんまよく知らないから。また日本のいろんな風景とかね、撮りたいなーなんて思ってます。ということで、すごい楽しみにしてます。ということで、そんな感じの動画でした。じゃ、また